皆さんおはようございます。8月25日木曜日午前10時になりました。カナムイカラハーイ SOS ネットカララジの時間となりました。パーソナリティはハイサイトゥーバカッチンエイビン、おはようございます。沖縄市社会福祉協議会の上原ですと、イズでお送りいたします。この番組は地域の行方不明者また認知症行方不明者ゼロを目指す番組です。認知症は誰もが関わる可能性があるごく身近にあるものです。そのことをできる限り早い段階から啓発することにより地域全体で理解を深めることにつながります。警察、行政、消防の三位一体となる基盤をもとに徘徊者通報が出た時の緊急支援体制を含めたラジオ予防啓発番組になっています。この番組はデイサービスセンターシオン、株式会社国健システム、 au ショップネーブル嘉手納店、FM 小里沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄ハンズオン NPO の協力で FM 小里より生放送でお送りしています。皆様どうぞ10時から11時の1時間、最後までお付き合いください。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、そして番組に関する質問もお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 いずれも番組名カララジとお書き添えください。ラジオネームも忘れずにお願いします。ファックス電話番号は 098-934-8653 934-8653、また FM 小座ではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM 小座のホームページからも見ることができますので、どうぞお楽しみください。オープニングの曲はブランドン・イングでティンサグヌ花でした。それでは一度 CM に入ります。ユースクラブの皆さんは一人ずつ自己紹介もねお願いしますね。富田さん、世界に
一つだけの花、あの別の方の曲がありました。牧原さんという方。はい、5秒前です。マイク入れます。ただいまの時刻10時6分になりました。 FM コザのスタジオからカララジオ生放送でお送りしております。はい、トゥーバさんと上原さん、おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速今日のトピックとゲストを紹介する前にですね、はい、あのレギュラーゲストで来てもらってます。国研システムから宮原さんです。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先週も来ていただいて、また今週も、はい、はい、2週連続でございますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして今日もですね、今日もではなくてごめんなさい、はい、沖縄ハンズオンユースクラブの生徒たちもですね、今日来てもらってますので、一人ずつ自己紹介お願いします。はい、ハイサイグスーよ、初めてうがなびら、初めてうがなびら、ワンネー崎山林里イチョイビン、ミシッチョーティーウトビミシエビリウトサルグトウニゲーサビラ。はい、お願いします。ハイタイワンネーリュースクラブの島袋リサヤイビンチューンユタサルグトゥウニレイサビラ。ハイタイワンネヒガナナセンディチョイビンユタサルグトゥウニゲーサビラ。はい、よろしくお願いします。他の県で聞いてる方もいるので、今何て言ったんですかね。そうだね。もう一度、訳でいいですよ。どんな風にして何を言いましたかということで、初めてうがなびら、あ、初めましてですね。こちら初めての参加ですので。なんか、ハイタイとハイサイが2つあったけど、これは何でですか？基本的に男の子は、はい、ハイサイ。ああ、なるほど。女の子が、ハイタイ。なるほど、ね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。リン君はなんか、朝だからちょっとあれですね。すみません、すみません、ちょっと口が絡まってしまって。申し訳、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では今日の、トピックです。そうですね、ゲストの紹介を早速していきたいと思います。はい、今日のトピックは高齢者の金銭管理についてお話ししていきたいと思います。はい、そして今日のゲストは沖縄市社会福祉協議会より福祉サービス利用支援課高齢者金銭管理等相談事業専門委員の富田真理さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。雰囲気ありますけど、皆さんね、僕もそうなんですけれど、おばあちゃん、おじいちゃんがいてね、離れたところに暮らしていると、おじいちゃん、おばあちゃんが。そうなったときに、毎月年金はもらってるはずだけど、管理大丈夫かなとかですね、この間、おばあちゃん、あるいは人によってお母さん、おじいちゃんのところのお家に行ったらね、いろんなものを買わされてね、判断力が鈍ってて、いろんなものを買わされてしまって、家に行ったらさ、大きな味噌だるが3つぐらい置かれちゃったとかね。うん、あとはまたいろんなこう契約をさせられてしまったとかもあると思うんですけれど、こういう、ご家族がいてもね、お一人で住んでらっしゃる方々っていうのは非常にいろんな情報に弱いところもあってね、判断力が鈍るっていうのが一番怖いところであります。まあ、そのためにね、お近くに近くに誰かが相談できる人がいたらなと、とっても助かるなと、安心だなということでね、今の世の中の事情を、すごく理解した上での、あ、やっぱりこういうふうなサービスがあるんだということでね、今日は富田さんをお迎えしておりますんで、皆さんどしどしと質問していただきたいなと思っております。おじいちゃんおばあちゃんのためにもね、よろしくお願いします。はい、お願いします。初めにですね、この富田さんが沖縄市社協の方でこの行っているこの高齢者の金銭管理の事業についてですね、簡単にでよろしいので説明の方をお願いしてもよろしいですか？はい、はい、こういう機会をいただきましてありがとうございます。私は沖縄社会福祉協議会で高齢者金銭管理等相談事業という事業を担当しています。これは沖縄市から委託を受けた事業なんですけれども、なんか
目で見ても漢字がこうずらっと並んでて耳で聞いても一体何のことやらという感じだと思うんですけれども、平たく言えば、ご高齢な皆様の毎日の生活にかかるお金のやりくりのお手伝いという内容です。で、社会福祉協議会には認知症になられた方や知的障害があって通帳を何回もなくしてしまったりやりくりがうまくできない方のために通帳を預かったりで代わりにその方の代わりに必要な支払いをしたり介護サービスの契約を本人のご希望で手伝う、そして支援もあるんですけれども、私が担当しているこの沖縄市高齢者金銭管理等相談事業っていう事業はその一歩手前で、まだ通帳は自分で管理したいし自分で好きなようにお金も使いたい、買い物もしたい、でも年金や生活保護のお金は入ってきてるんだけど家賃の支払いがなんか滞ってしまって、もう来月出て行ってくださいよって言われちゃった、電気やガスの支払いもなんでか知らんけど滞ってしまったみたいで切られてしまった、で食費が全く手元に残らない、なんでうまくいかないのかなっていうようなお悩みを持っておられるご本人さんや周りの方からご相談を受けて、ご本人さんと一緒にどうしたらいいのかなっていうふうに相談したり、ご本人さんからの希望があれば年金や生活保護を受ける日に一緒に銀行に行って、そしてそこで家賃はこれだけだよね、ガスや電気はこれだけだよね、それとあと毎週このぐらいずつ使ったら食費なくなることないよねといった仕分けですね、封筒にこうちょっと仕分けをしたりとか一緒に支払いに回ったり、そうした支援をしています。で、その他にもちょっと青年貢献について制度、銀行に行ったら青年貢献つけなさいって言われちゃったんだけど一体何ねってちょっと結構家庭裁判所って行ったことないけどっていうような皆様からのご相談も受けております。で、年に1回は青年貢献セミナーっていうものも開催しております。で、相談は無料ですので皆様からのご相談をいつでもお待ちしております。一応授業の内容はこういうことなんですけれども大丈夫でしょうか。結構相談の件数多いですか。そうですね、まだまだちょっと3年目の授業で周知されてない部分があったり、通帳これ預ける事業でしょっていうようなそういう認識もあってまだいいよって思われてる方もおられるので、まだまだこれからちょっと紹介していきたいと思ってるんですけれども、それでも必要な方はたくさんおられるなっていうことを感じております。これはそうですね、今初めて3年目ということでお話しされてたのですけど、はい、そして沖縄市からの委託ということであったんですけど、はい、他の市町村でもこういった授業っていうのもされてるか、はい、聞いたことはあんまりやってるところは少ないのかもしれませんね。まあ、実は私ちょっと那覇市、先ほどもちょっとお伺いしたんですけども、該当する身内がいるもんですから、はい、那覇市でもやっているかなというところでちょっとお尋ねはしたんですけど、はい、やっぱそれはちょっと何とも特化しているようなサービスがあるかどうかはちょっとちょっとまだご存じないという話をしてたので、なんていうんですかね、富田が、うちの富田がやってるのは狭間の方ですよね、いわゆる認知症になるではなくてその手前っていうんでしょうかね、その方々の相談に、まあ、難しい名前の授業ではついてますけどね、いろんなもう金銭に関していろんな福祉のサービスに関していろんな相談に応じるという形ですので、お気軽にご利用いただければなと思いますね。該当するかどうかはもう行ってからしか判断できませんからね、行って軽く気軽にご相談いただければなと思います。はい、なんかこの事例の相談の中でこういったケースがあったよとかっていうのもあります、何か富田さんの相談の中で。そうですね、やっぱり例えば私が最初に
担当させていただいた方は年金を担保に年金でちょっとお金を知人の方からお金を貸してほしいって言われて、で年金の担保にと90万ぐらい借りてしまって、それをもうそのまま困ってるっていうことでその知人に貸してしまって、そしてでその知人の方がその返す代わりに家賃、あなたの家賃払うからって約束してたから払われてるもんだと思ってたって言うんですけれども、もう何年かしたら90万家賃滞納してしまってもう出てってくださいって言われてる、どうしようっていうので相談を受けて、そこからいろいろこうちょっとどういうふうにそれを家賃のその滞納したのをどうしたらいいかとか、そこら辺の相談、新しくまたアパートを探していく相談、そこら辺も含めて相談に乗らせていただきながら、今は落ち着いて社会福祉協議会にある日常生活自立支援事業っていう結局通帳を少し預けながら生活費をこれだけ生活費使えるよっていうのが手元にあればその方がいいというご本人さんのご希望で、今はとても落ち着いて生活されておられます。今具志堅の方からですね、はい、要するに騙されたってことですかっていうふうに言ってるんですけどそうです、女性に騙された男性の話です。ああよくそういった相談も多いんですか、この騙されてっていう。そうですね、主にそうですね、やっぱりなかなかちょっと皆さんとても優しい気持ちで困ってるからっていうので、ね、貸してあげたりとかされたりすることあるんですけれども、やっぱりまずねご自分の生活っていうのがちょっとなかなかこううまく、それでうまくいかなくなっちゃったっていう方のお話はやっぱり結構聞きますね。つけ込みは良くないですね僕の今行方不明になっているおふくろもですね、よくまあ、隣近所 の方からですね、方々ではなくて方からやはりこういう金銭管理、まあ、お金があると思ったんでしょうね、よく借りに来てたんですね、はい、でそれで人に、10万円貸してるけれど返してもらってないとかですね、そしたら、まあ、近くの隣の、ね、おばちゃんだったもんとか、おばちゃんお金借りたのって言ったら、借りてないよと、いや貸したと、いや借りてないよっていうふうになってですね、やっぱり貸し借りっていうのはね、ここにちゃんと証明するものがないとねあれなんですけれど、やはり、蓋を開けたらですね貸してたんですね、はい、お互い認知症です二人ともですね、はい、でそれでちょっと後で大変だったんだけどね、まあ大変じゃないですけど、またちゃんと話し合いしてね、第三者の話ですけど、そういう時に本当にこう家族同士隣近所同士っていうのはちょっと気が引ける面があるもんですから、富田さんのような方がおられるとですね、助かります具体的にどんな感じでこう相談に乗っていくんですか、その方のお宅に行って、まず話聞くと思うんですけど、はいはい、そうですね、もう私はどっちかというとやっぱりまずご相談を受けましたら、ご本人さんのご自宅に行って、ここで生活のご様子をお伺いしながら、ご本人さん の意向をまずこう聞きながら、どうしていきたいかねっていう話を一番大事にしてます。まずはもう本当にそこからだと思うので、本人さんがいいよもうちょっと自分でやってみるっておっしゃられた、あ、分かりました、じゃあ またもしちょっと相談してみたいっていう気持ちになられた時にご相談くださいねっていうふうに、あくまでもご本人さんがどうしたいか、それを一番大事に考えながら支援させていただいてます、逆にこの自分たちから相談に行くとかっていうのはないんですよね、あっちから相談で来てから、あ、自分たちがその何かこの声を聞いてから
ていうのはないんですよね、やっぱり。あれですよね、あの自分からこの富田さんのところに実際に足を運んで相談するというよりかは、富田さんがいらっしゃってくれる、この自分のうちにっていう形ですから、こ自分がこの富田さんに相談したいときは、このいつでもいつでも伺って、いつでもいつでも、お家とかに、でもし詳しい相談だったら自分のお家でお話を聞いたり、いろいろ相談するっていう形なんですかね。あの多分ですけど、うちの富田はのやり方はその人、うん、そのものを知りたいので、やっぱりお家に行ってその生活の様子を見てからっていうことになります。やっぱり訪問が多くなると思いますね。もちろん来ていただいても構いませんよ、はい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 、どちらでも構わないんですけど、はい、行ってこのお家の様子も見た方がいいですよね。どういった生活をしてるのかっていう感じで、はい、僕もいいですか、はい、あの多分その相談事業ということで、あの相談される方があのほとんどだと思うんですけど、逆にこのこちらの事業側から、そのなんかそういう困っている方をなんかまあ見つけるじゃないですけど、そういった方法を使って、そういうあの家庭にまあ多分ぶしつけじゃないですけど、なんかそういった逆にこちらから出向くっていうこともあるんですか。見つけに行くっていうことですよね。なんかその公共事業とか、その公共料金の支払いが滞っていて、その公共施設側からそういうなんかまあ 何かしらの多分連携が必要だと思うんですけど、そこでそのつながりがあって、そういう報告を受けて、なんかまあ大丈夫ですかじゃないですけど、そういったふうに逆になんか聞くみたいなこともあるんですか。ですね、あの沖縄市の場合、あの私も実は以前その役割をしてたんですけれども、やはりあの沖縄市からの委託で高齢者支援センターっていうのが、うん、あの7カ所あの沖縄市に地区分けてあるんですよ、うん、はい、それがずっとあのそうしたあの一軒一軒高齢者のご高齢の皆さんのお宅、お一人暮らしのお宅、うん、でそうしたお宅をこうあの本当にこう突撃で訪問させていただきながら、うん、何か困ったことありませんかとか、そしてあのちょっと問題をこう拾い集めてる役割をされてるんです、あのされてるんですけれども、はい、あのそうした結構あのその時にはガス会社とか電気会社とか、うん、あのもうちょっとこう切られちゃうんだけど、どうしたらいいかねっていうのが沖縄市の高齢福祉課の方に、はい、あの連絡があったり、見守りの方でも半蔵さんも、協定結んでますけど、地域の見守りネットワークっていうのをやっていて、はいはい、その中であの私、まあ、またですけど、あの水道とか電気とかに声をかけて、何か今富田が言ったように、あの滞納してる世帯があるけどどうしたらいいですかって相談が来たら、またでも行くような形ですね。職員一人一人で全部のこの、沖縄市全体を見るのはちょっと厳しいので、逆にそういった情報を集めるネットワークを作るのが社協の仕事かなと思いますね。あの電気ガスだけじゃなくても、いろんな例えば買い物スーパーでもちょっとおかしいよとか、窓口、今銀行の窓口に来てる人がちょっと様子おかしいんだけどっていう情報を社協に寄せていただくということの方が、あの大きいと多いと思いますね、はい、から私もあのそうした今高齢者支援センターの方とか、あのケアマネージャーさん、介護保険のケアマネージャーさんとか、いろんな人と一緒にこう相談しながら、連携取りながら動いていることが多いですね。一人の力でやるのはもう限られているので、もうたくさんの人がこう協力しながら、一つの事業、あの富田以外にもいろんな人が関わっているということですね。何かそのいろんなその家庭でその抱えている問題だったりとかっていうのを、そのまあ役所であったり社協さんだったり相談があったときに、じゃあその金銭面でその問題があるってときに、そのこういう事業があるってことでご案内とか、そういったいろんな問題をいろんな方々で、この時にはこの方が来てとか、まさしくその正解だから、富田が相談を受けて、あこれはじゃあここに相談した方がいいなとかですね、これは私たちでできるなということを振り分けしながら、このプラットフォームつないでいくっていうのも大事な仕事だと思いますね。結構僕らもすごい、そのいろんな劇とかも、で、僕に関してはその、児童センターで、その、関わっていく中で結構、はいはい。何ですかね。今、同じように、その、それぞれに子供たちに抱えている問題だったりとか、そういったところで、ここでは、どの先生がいいとかっていうところはすごい、なんか当てはめて考えきれるなと思って。そうだよね。まさしくその通りですね。勉強になります。あの判断力が不十分で、はい、例えばおじいちゃんが郵便局で年金を下ろしてね、
もういろんなものを買ってからお家に帰ってくるとかなると、うん、それが皆さんのおじいちゃんで会った時どんな気持ちになるのかなと思ってですね、最初もう自分が買いたいものを買うからということで、もうあの年金取った途端にね、もういっぺんにこう何万円のものを契約してお家に帰ってくるっていうことになった時に不安ですよね。そうですね。もしそういうことが現実に起こってるとしたら、ね、またリスナーの皆さんも含めて、あのどういうこの不安っていうのストレスになるんじゃないかなと、まあ、介護のストレスにもなると思うしね、家族のストレスにもなると思うんですけれど、どんなですかね。なんかただあ、今日も僕のお父さんがそうなんですけど、なんか知らない間になんかすごいもの買ってきたりとか、ちなみに何かな、あのすごいもの、僕あの野球、あの父が野球チームを持ってるものですから、なんか何本もバットを持ってきたりとか結構なんか上等なグローブ持ってきたりとかっていうのが結構あって、それでお母さんがガーとか言ってるんですけど、やっぱり年を取っていくとなんかそういうのもなんかやってきた分なんかそのままやってしまわないかなって、それもすごい心配で、なるほど、今まではその自分の理性を働かせて、俺はこれを買うんだって買っていくのはすごい、僕も野球やっててすごいありがたいなと思うんですけど、やっぱりそこで何かそれがなんか変な、なんですかね、年を取っていくとスパが外れてきたりっていうことで、そこですごい不安なところはあるんですけど、解決策は富田さんに相談する、はい、ぜひお願いします。家族だけではこの、ね、解決できない問題っていうのは多いと思うので、一人で抱え込まずにこうやって相談したらっていうこともすごい大事だなと思います。そうですね、なかなか家族さんから言うと余計ね反発してしまって、家族の声はなかなか聞いてくれなかった、はい、だと思うんですけれども、やっぱりそこはちょっと他人、はい、自分たちのような立場の人間をちょっと利用していただくっていうような感じでね、ちょっとお話しさせていただいたりすると、もしかしたらまあちょっとね、いいのかなっていう、はい、そういう印象はありますね。こういう授業があるってことを知らないとそこに助けを求めることもできないですもん、そこは。多分あやられて3年目始められて3年目この授業としては3年目、はい、ですね。フィンランドはそういう授業をやっているということで、多分このラジオでもそうだと思うんですけど、はい、他にどういったふうにこの宣伝じゃないんですけどっていうことを行ってたりするんですか。そうですね、地域の自治会の方で、はい、社協、社会福祉協議会が福祉連絡会っていうのを月に1回、はい、集まりがあるので、そこに行かせていただいたりして、はい、民生委員さんだったり、はい、自治会 の中にある友愛訪問の皆さんだったり、地域の皆さんにそうしたこうした授業ありますよ、皆さんご気軽に周りにそういう方おられましたらご相談くださいっていうふうにご紹介させていただいたりしています。またちょっとね、そういう場所にやっぱり足を運ぶってことも大事ですよね、はい、あともうどっかにこの網の目っていうんでしょうか、さっきのネットワークなんだけど、いろんなところに 網の目のようにこう張っていって、どっかに引っかかれば必ず富田のところに連絡来ると思います、はい、こういった授業はそういえば社協でやってたなと誰かが気づけば、本人だけじゃなくて家族だけじゃなくてですね、でその本人さん家族たちに社協にこういった授業あるみたいよということをお伝えしていただくとかですね、そんな感じでこの誰かが気づけばつながってくるのかなと思いますね、はい、じゃあ僕らはその気づきのそうです、網の目どこか頭の片隅に入れといて、何かこの誰かがこういった状態の方がいたら、はい、そういえば沖縄市でそういったのやってたなとか、ね、そういったのを伝えていただくというのが大事かなと思いますね、はい、一番多い相談ってどういった内容の相談がありますか。そうですね、やっぱり年金もらったんだけど、年金も本当に2ヶ月に一遍なのでね、それを2ヶ月にわたってちゃんと食費、食事のお金に回すっていうことがやっぱりなかなか難しくて、食費が全くないっていうことで、沖縄市社会福祉協議会の中にあるフードバンクに相談に来られて、そこからつながったりとか、そうしたことが多いですね、今。ちょっとリアルタイムの相談になるんですけども、ぜひぜひ。実はうちの父がですね、はい、ちょっと今
くも膜の出血でちょっと倒れてしまってですね、まあ、一命を取り留めて今回復してきてはいるんですけども、うんはい、この入院してる時にこの本人のやっぱり預金を引き出すにはですね、どうしたらいいのかなっていうのがあってですね、で本人は自分がもう戻ってるっていう意識はあるようなんですけども、やっぱりこの言葉がやっぱりうまく出てこないような状況の時にどうやってこれを引き出すのかなとかですね、まあそういうことも今抱えているんですけども、まあそういったことがあるということで、今ちょっとこのリアルタイムだなっていうのを感じていてですね、こういった相談もやっぱりあの沖縄さんの場合はまあこういう窓口があってあの非常に助かるなというふうにちょっと思っているんですけども、やっぱりどうしてもやはりあの他市町村もまあこういった事業が一応あればあの助かるなというふうに感じてはいるところですね。あのつい最近なんですけど、やはりあの銀行さんの方にあのその方はあのお母さんがあの筋側索硬化症って言って、あの体とかあの動かなくなっていくんだけれども、あのとても判断力は全く変わらないっていう、そうしたご病気障害を持っておられるご家族さんから相談を受けて、で銀行の方からやっぱりあの貢献に受け付けてほしいと、お金引き出すのは家族さんではちょっと難しいですよって言われて、だけどどうしたらいいのかなっていうご相談あったんですけれども、やはりその時にあの私一緒に銀行に行かせていただいて、このご病気はあの貢献あの判断貢献制度っていうのは判断力が難しくなって、自分ではあのお金のどのぐらい引き出したい引き出した方がいいとか、そうしたことができなくなる方のための制度なので、あのこの方の場合、この方のご家族のさんのあのお母さんの場合はですね、あのそうしたご病気じゃないんですよっていうこと、判断能力には問題がないので、あの貢献制度の対象じゃないけども、なかなかこういろいろ呼吸器つけてたりとかして、あの銀行の窓口に一緒に行くことも難しいので、もしご確認必要ならば、あのご自宅の方に銀行の方行ってくださいませんかとか、そうした説明をしに一緒に行きました。そしたらやっぱり、ああそうだったんですかっていうことで、あの銀行さんの方も納得していただいて、であのご家族さんだけであの引き出すっていうことも、あのああ分かりましたすいませんということで、あの言っていただきましたので、やっぱりあのそこら辺の役割、あの貢献制度っていうことも随分少しずつね、あの浸透は言葉としては浸透はしてきているんですけれども、あの本当にあの一人一人の状態も違いますし、あのそこら辺の間でのこう説明とか、そうしたものも役割として、ああ大事になってくるのかなっていうのを最近また感じたところではありましたね。ああなるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。他の市町村だと例えば地域包括支援センターとかそういったところが役割やりますかね、どうですかね、富田さんどうなんですかね。そうですね、やはりあのまずはあの地域包括支援センター、はい、あ各市町村ありますので、はい、もはい、そうですね、はい、はい、ここにご相談、狭間のところの役割がなかなかいらっしゃるのかどうかっていうのもあったりするもんですから、まあ、こういった事業もいいかなというふうに感じてますね、はい。やっぱりあのお年寄りはお金、健康、孤独っていうふうによく、ね、いろんなものでよく、見てるんですけれど、特にあの親族からしてみたらお金の面で大丈夫かなと、誰かにお金渡してないかなとかですねとても心配になりますよね。あとはあの精神的な面で、あうちの母ちゃんを、一人ふるさとに置いてね、あの一人暮らしさせて、自分はあの別の場所で一生懸命働いてるんだけどと、だけど母親が心配とかね、父親が心配とかね、あのそういう孤独じゃないかなっていうのもすごくグッときますよね。うん、その時にもこういう多少なりともこう精神的な相談っていうのも乗っていただけるんですよね。
そうですね、はい、まずはね、あの本当に自分ただあの金銭管理ですって言っても皆さん大丈夫ですってなると思いますので、まずは本当にあの信頼関係といいますか、人間関係、まあ、ちょっと相談してみようかなとか、この人と一緒に、ね、この、まあ、自分も含めてあの支援の人たちに、支援の人間にあのちょっとあの相談してみようかな、うん、ちょっと任せてみようかなっていうような気持ちにまずはなっていただくことがあの大事だと思いますので、あの私を含め支援者はやっぱりそこら辺でまずあのお話をお伺いしながら、皆さん本当に大変な中頑張ってこられましたね、いろいろ本当につらいことたくさんある中で、人生の先輩として本当にあのありがたいですっていう、本当にそういう気持ちからあの学ばせていただきながら、お話を聞かせていただきながらあの関わらせていただいてます。そうですね、まあ、なかなか家族だとそういうこともストレートにはやっぱ言えないところもあるので、はい、まあ、そういうまあ第三者の方があのこういった言葉をかけていただければ、うん、まあ、本人にとっても、はい、非常にいいかなというふうに思いますね。そうですね、なかなか私もきっと家族になれば、うん、距離が近くなればなるほど、はい、なかなか難しいところがあるので、そこら辺は本当に役割、ね、はい、役割として、はい、と、ね、はい、あるのかなって感じてますね。まずあの知っていただくっていうことが先決だと思うんで、はい、あ、こういうふうな相談をする方もいたんだというと、もうその時点ですごく安心感が、ね、あのありますんで、そうするとあの、ね、これからちょっと悩みを抱えている方にとったら、やっぱ一番気になるのはどんなトラブルがあったのかなという、この、まあ、予知することが一番大事だと思うんですね。あ、まあ、こういう孤独に置いてしまう、お金の面でちょっと不安があるとか、健康を害してね、ちょっと判断力が鈍ってきた、認知症かもしれないと言ったときに、まあ、それをね、もう先の例というのがあるさね、うん、あのどういうトラブルがこれまであったのかというのを知ることで、ああこれは大変なことになるなと、ここまでいっちゃったらすごいことになるぞというものがあればね、あの心の準備がすごくできやすいけどね、ぜひあのこういうトラブルも含めて、はい、あのこんなトラブルがたくさんありましたよというのを含めてですね、チラシパンフレットでどんどん宣伝していただけたらなと思っています。はい、ありがとうございます。リクエストの曲いきますか。はい、ずっと言われるだけですよ。1回だけですよ。びっくりした、ね、はい、では今日 の、ゲストに来ていただいている富田さんからですね、リクエストの曲を紹介していただいたので、タイトル紹介してもらってもよろしいでしょうか。あ、分かりました。一つだけです、はい、ちょっとタイムリーでちょっとどうなのかなと思ったんですけど、ちょっと今それしか頭に浮かばなくて、世界に一つだけの花、はいはい、牧原さんが歌われてる曲ですね、流したいと思います。
最後にまた話すると思います。お返しに。モルカ。ちょっとだけ。シマプロで。三番まで全部ですか。全部。ちょっとだけ。あと一番。一番の山手口だ。山口と島木とかで一番山口です。ただいまの時刻10時45分になりました。FM 小座のスタジオからカララジを生放送でお送りしています。今日はですね、トピックが高齢者の金銭管理ということで、ゲストに沖縄市社会福祉協議会福祉サービス利用支援課高齢者金銭管理など相談事業専門員の富田真理さんをお迎えしてカララジ放送しております。はい、あと先ほどですね、世界に一つだけの花を富田さんからリクエストいただいたんですけども、もう一曲ですね、今日はユースクラブの皆さんも来てますので、歌のプレゼントをありがとうございます。いつの時代も老人と子供が犠牲になっていくっていうのがあるんでね、昔の歌だけど昭和のね、これをちょっと島言葉と、1番を大和口、うん、日本語、2番を、はい、島言葉で、そうね、もうこういう社会はやめてくれと、もうこう、ね、いろいろトラブルのねということで思いで歌うそうです、ね、はい、いいですか。お願いします。お願いします。パッパッパ、やめてけれ、やめてけれ、やめてけれ、ゲッパゲッパ、ゲッパゲッパ、やめてけれ、やめてけれ、ゲッパゲッパパパヤ、ララ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 、ゲッパゲッパ、ゲッパゲッパ、ゲッパゲッパ、どうしてどうして、ゲッパゲッパパパヤ、お神様神様、助けてパパヤ、助けてズビズパー、ヘイパパパヤ、ヌンサンケヌンサンケヌンサンケ、ジコジコヌンサンケヌンサンケ、ジコジコパパヤ、ララ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 ラ、ジコジコラララララララ、ジコジコヌーガーヌーガンディ、ジコジコヤンナー、ウカミガムシティンガナシ、助けて君それ。ペリペリデビル、ペリペリデビル、すごい。はい、老人と外の方は拍手してますね。すごい。老人と子供のポルカをですね、今ユースクラブの皆さんにトゥーバさんギター弾いてもらって、シマクトゥバと日本語バージョンでお送りいたしました。これもまたシマクトゥバの舞台の中でも披露した曲でもあります。はい、はい、じゃあ大丈夫です。時間もですね、そろそろもエンディングの方になりますので、最後にですね、皆さん一言ずつですね、30秒ほど今日の感想など、あと意見とかですね、お願いしたいと思います。それ最後に富田さんからまたメッセージ、相談のこの
なんていうんですか、この連絡先とかもですね教えていただければと思います。はい、あ、上原さんからお願いします。はい、はい、今日はあの富田が来て、紹介し、事業を紹介しましたけど、あの、それに限らず、社協でいろんな相談を受けてますので、あの、お気軽にですね、ご相談いただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、ユースクラブの七瀬さんからお願いします。はい、今日、ラジオに参加させていただいて、やっぱりこの、こういう事業があることを、やっぱり私たちの世代も知らなかったし、やっぱりなんだろう、でも身近にやっぱり自分のおじいちゃんも一人暮らししていて、やっぱり日中何しているか分からない状況だったりとか、やっぱりそういう部分でこれから先もどんどんなんだろう、そういう心配というか悩みを抱える人多いと思うので、やっぱりまずなんでしょうね、こういう相談できる場所があるっていうことをみんなに知ってほしいし、やっぱり自分たち世代ももっとそういう課題っていうんですかね、と向き合っていかないといけないなというふうに感じました。今日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。リサさんお願いします。はい、今日は本当に大変勉強になりました。ありがとうございます。この上原さんがおっしゃったように、地域のこの網の目のネットワークがどん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 広がっていけるように私たちも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。リン君お願いします。はい、今日はラジオの参加とまた貴重なお話ありがとうございました。僕ら孫世代の役目として、やっぱり、おじいちゃんおばあちゃんたちの、まあ、お家に行くなり、まあ、一緒に住んでるなら、住んでるなり一緒に寄り添ってあげるっていうところは、その、心の面ですごい、おじいちゃんおばあちゃんもすごい嬉しい、喜ぶ、僕たちとしてもすごい嬉しい部分であるんですけど、やっぱりその、僕も今二十歳になってきて、その、そういった面からまた、その上の段階で、その今、金銭面であったりとか、そういった生活の、その困難なところに目を向けて、その手助けをしていくっていうところも、僕ら、孫世代の、やっぱり大人になっていくにつれて、そこは必要なところで、またやらなければいけないことということで、すごい、僕らの世代としても、すごいそこは役割として、今日の話を通して、すごい強く感じました。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。宮原さん、お願いします。はい、まあ、沖縄市ではこの高齢者金銭管理等の相談事業があるということで、まあ、今回ちょっと初めて知ったんですけども、まあ、私自身がちょっともうこの年になってっていうか、リアルタイムに親の心配もちょっとする世代になってきてましてですね、第三者の方がまあこういうか、なんていうんですかね、まあ、面倒を見てるんですか、といったことをしてくれることで、まあ、家族の方の、まあ、メンタルも、まあ、非常に助かってくるということでは、とても意義がある事業かなというふうにちょっと考えています。まあ、これが沖縄市だけじゃなくて、まあ、沖縄県、まあ、全体に行き渡っていけばなというふうにちょっと思います。今日はまあ、いろいろ、はい、事業に関して、ご説明いただきありがとうございました。最後に富田さんお願いします。今日はこのような機会をいただきましてありがとうございました。まだまだ周知されてない事業かとは思うんですけれども、本当にこの事業の他にも社会福祉協議会には年齢にかかわらず、みんなが本当に自分のこだわりを大切にして自分らしく生きていくためのお手伝い相談窓口設けておりますの で、 でそのようなどのような支援が必要かみんなで考えながらやっていきたいと思っておりますので、お気軽にご相談いただけたらと思います。と、はい、社会福祉協議会 の、ね、はい、問い合わせ先は沖縄社会福祉協議会の電話番号は 098-937-3385。 みんな電話に出たものはみんな相談受け付けておりますので、お気軽に電話していただけたらと思います。はい、はい、ですか。はい、ありがとうございます。はい、最後に残り時間わずかとなりましたけども、行方不明者情報をお送りしたいと思います。那覇市小羽倉の方で行方不明者の情報をいただきました。名前が佐木山純子さんです。
で年齢が60歳、体型やや肥満、いなくなった時の服装が緑の無地の T シャツ、ピンク色の花柄の長ズボン、ベージュのスニーカー、特徴は髪の生え際の白髪が目立つ、猫背、歯が滑ってない、しっかりと歩ける、名前を呼べば応答できるそうです。連絡先はですね、那覇警察署836-0110、 836-0110で、息子さんの連絡先、誠一さんですね、崎山誠一さん、090-2582-2140、 090-2582-2140 になっております。はい、何か手がかりの情報などあれば連絡先までお願いいたします。はい、終わりたいと思います。この番組はデイサービスセンターシオン、株式会社国健システム、 au ショップネーブルカデナ店、医療法人公全会、小座整形外科医院、居宅介護支援センター、有限会社マルチ重機、沖縄県社会福祉協議会、 FM 小座と沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りいたしました。今日のゲストは沖縄市社会福祉協議会から富田真理さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。